前回の動画で大井竹連合 vs ツイッター連合投手戦で前半戦が終了。翔平 TV は大井竹連合に助っ人で参戦しております。そしてついに翔平大井の打席が回ってきます。それではどうぞ。大井竹連合のバッターは千葉の武田翔太植木。さあやってまいりました、大井竹連合 vs ツイッター連合さんの試合の続きです。まあ今回最後まで動画行かず途中で終わりますが、その先はねナオピーチャンネルの動画を見てほしいと思います。さあまず先頭の植木引っ掛けてしまいセカンドゴロ。これね紙一重です、足めっちゃ速いです。さあネクストバッター、野球 YouTuber 翔平 TV。 さあついに打席が回ってきました。これはね初参戦なので結果を出したいところ。ピッチャー正隆対翔平 TV、 さあどっちに軍配が上がるか。まあ、変化球とかねあのスピード大体分かってるんでね、まっすぐかスライダーかなーっていうところは、分かっております。はい、最初スライダーやってきましたんで次もスライダーかなと思ってスライダー狙いで、お次はいはいよはい、そして、左中間に飛んだ打球はセンター取れず抜ける。翔平はダッシュしております。普段はナイキスパイクですが今回は GS スパイクを履いているので俊足のような気分でした。ナイスバッティング翔平 TV。 さあここでチャンスが生まれます。ワンアウトランナー三塁、バッターは群馬の努力家走れ大井チャンネル。さあ群馬の努力家26歳、どんなバッティングをするんでしょうか。さあ相手はね正隆くんなんでね知ってるはずなんで狙ってくるかと思いますが、はい高め外れました。さあめちゃめちゃ集中してます。いつもこう変化球だからこうまっすぐとかこうベンチに伝えるんですけど全集中の多いです。お次落ちるボール、さすがのね選球眼です。しっかり見逃しております。そしてマスクを拾う紳士さはちょっと悔しいですね、悔しいな。そして3球目、はいこれ出ました、出ました、大井のカット、大井のカット、もうスーパーにね大井のカット野菜って出そうですね、そんぐらいカットしまくってますよ。はい高め外れまして、またボールです。なんかうなずいておりますね、しっかり上からと、高めもしっかり上から叩いて1点という気持ちかな。はい、さあランナー三塁、ここでバット寝てますね。これさっき上から目線で行きましたけどバット寝てますね、ちょっと。はい、意識はね上から叩いた方がいいですよ、下ですねこりゃ。はい、さあお次のボール来た、ここで、はい、ここで来たボールです。しかしこれねサードベース上だったんでね点取れず、しかもセーフ、オールセーフですよ。さあワンアウトランナー一三塁となります。そしてラストバッター、水素ジープ向こう一宮。さあ埼玉所沢が生んだ水素ジープ向こうの一宮です。はい、さあ一三塁ということで、しっかりと叩いてこようという意識をしておるような感じがします。はい、ここで大井走る、これでセーフとなります。さあここでワンアウトランナー二三塁、まあ一宮さんが最低限な仕事をすれば、はい、叩く意識をしております。はい、お次のバッターナオピーなんでね、さあ一宮どんな意識、ほいほいと来た、完璧です。これは有言実行の叩きつけで、しかもセーフということでオールセーフ、1点先制、変わらずワンアウト一三塁、完璧な叩きですね、素晴らしい。1番ディッカーズ太田暁工業野球クラブナオピーチャンネル。紹介長いですね随分ね。さあ打つか、はい
しかし打った打球はショートフライ。打席より紹介の方が長いナオピーでした。次回に期待してますよ。バッターは東京学園出身甲子園ボーイ2番武ひろと。さあ2アウトランナー1・3塁。はい、ここでねまさかのライト前ヒットタイムリー。素晴らしい、いいバッティングです。これでランナー1・2塁です。生還して2対0となります。素晴らしい。3番ディカートム。さあトムトム打った打球はショートフライかな。これでチェンジとなります。しかし2点先制したんでね、ナイスです。バッターはツイッター連合マイティー。さあバッターマイティーの打った打球はショートフライとなります。1番戦国ゴートクジのタミー。さあ現在セカンドを守っている走れ大井チャンネルのフォームのモノマネをしていらっしゃるゴートクジのタミさん。さあこのフォームで打てるのかどうか、タイプが全く違いますよ。さあ打つのか打たないのか、流すのかファールなのか、これまさかの大井くんの守るセカンドフライとなります。2番ツイッター連合ノーリー。そしてもう2アウトです。さあノリ選手が打った打球は完璧なね三遊間を抜いてレフト前ヒットです。ナイスバッティング。3番ツイッター連合フルスイングした打球は青い空へ放物線を描きサードのグラブに包まれました。テーター。これ翔平 TV のツイッターに引用リツイートで言ってた言葉ですね、これね。はい、キャッチャーフライでチェンジとなりました。4番ピンクマン新婚ホヤホヤ構成。さあ構成打てるか。先日ねチャンネル登録者が1000人いったんですけど、ついこの間見たらね991人になってました。もう9人ぐらい減ってます。皆さんぜひともチャンネル登録をしてあげてください。さあ彼が打った打球はライトフライと思いきやライトがねセンター寄りだったんで落ちまして、ツーベースヒットとなります。ラッキー、スーパーラッキーです。5番ディッカー公式軟式兼用ピッチャー山田。さあ好打者の山田くんの打球が見たいけど、これはファーストゴロで進塁でランナー3塁になります。6番ディッカーズ坂本隼人の後輩グラードマブチ。翔平 TV と身長体重がほぼ同じ、しかしスペックが全然違う馬淵さんの打球はサードフライとなりましてアウト。7番日本一のビタ止め女子メイチュン。さあ惜しくもピッチャーゴロになりましたメイチュン。さあ翔平 TV としてはここまで、前編はナオピーチャンネルで出すはずなんで見てください。参加させてもらって本当にありがとうございました。またよろしくお願いします。チャンネル登録、コメントよろしく。チャンネル登録者1万人達成記念デサント公式内野手用をプレゼント。当選発表は10月31日となります。それまでに熱いコメントをぜひともよろしくお願いします。11月12月もプレゼントあるから皆さん見てください。販売走れ大井チャンネル大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますのでぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。